あれ、7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。
ここ。ちょっと待ってて。見て。隠し通路、七番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？ああ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。追いかけよう。